三原橋地下街は、かつて、東京都中央区の東銀座駅と銀座駅の間に、晴海通りをくぐるように存在した地下街。延べ面積1429平方メートル。埋め立てられた30軒堀川の橋の下に、形成された、1952年12月1日に完成した地下街で、現存する日本の地下街としては、 上野駅地下鉄ストアに次ぐ古い歴史を持っていた。東京都電車三原橋停留所があった。空襲で焼けた銀座一帯の瓦礫の捨て場所として30軒堀川が埋め立てられた際に不要となった旧三原橋を再利用して作られ、橋梁下部がアーチ状の天井を構成している。地下街と南北の入り口上のビルの設計者は土浦空城である。 1951年7月に東京都観光協会が東京都に60万円を寄付し、観光案内所の設置など、観光目的での使用許可を得た。観光協会は事業委託という形で新東京、観光株式会社に運営権を与えたが、同社は条例で禁止されていたという財産のまたがしを行い、パチンコ店や飲み屋などの出店が相次いだ。 このため1953年には中央区議会などから抗議があったが撤去はなかなか進まなかった。日比谷線建設の際には地下街を一時閉鎖して大規模な改修工事が行われている。地下鉄工事に伴う地下街の工事は1億8000万円の工事費をかけて1965年3月までに終了16店舗の区画が用意された。 東京都は付近の商店街に地下街への入居を呼びかけたが、袋工事のような配置やガスが使えないなどの条件から入居希望者は現れず、1969年7月の段階でも地下街の入り口はベニヤ板で塞がれる状態は続いた。このため都は商店等の誘致を断念して地下街の一部を会議室と倉庫に転用することを決めた。 1967年に映画館銀座地球座1968年に銀座名画座がオープン飲食店などが入居したその後耐震性の問題で地下街そのものの取り壊しが決定した結果シネパトスは2013年3月31日をもって閉館し最後まで残った三原カレーコーナーの2014年4月の閉店を もって三原橋地下街は閉鎖された。それに伴い、駅中を除く現存する日本最古の地下街は、1955年開業の浅草地下商店街となった。保存、再生を願う学生らの呼びかけをきっかけに、建築家や研究者らが、三原橋の将来を考える会を発足し、地下街を残す可能性を探っていたが、 建物は解体された上、2020年までに地下空間を埋め立て、太鼓状の橋を撤去して晴海通りを平らにする工事が行われた。ありがとうございます。